ということでこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。昨日に続いてこの話題なんだけど、まさかのゆっくりの動画を作るときに10万円を払う必要がなくなったよ。え？でもなんでそしたら P 音をつけてるんだ？いや、シンプルに怖いから。一応まだゆっくりのライセンスはあの人にあるから、極論あの人が収益化してる人は10万円をやっぱり払ってって言ったら払わなくちゃいけなくなるかも。だからね、とりあえず一回落ち着いたけど、まだ完全に問題が終わったわけじゃないんだね。というか、いろんな情報がまだ飛び交ってるから、前の動画でも言った通り、完全に収束するか2週間ぐらい経つまで一旦通常動画は休止するわ。今回は問題に進展があったから動画を作ったもんね。あと、この問題がよくわからない人は岡野武史弁護士を見たらわかると思うよ。ちなみに私は岡野武史弁護士パロディで伸びた人だから、あの人には頭が上がりません。アトム法律事務所パロディだけで30本企画出してるのくさ。それじゃあこういう系の動画を長くして広告を貼るのもあれだから、今回の動画はこれで終わるよ。チャンネル登録はしなくてもいいから、よかったらみんなはどう思ったかコメント欄で教えてね。あと、誹謗中傷とかは控えるのぜ。実際に今爆破予告とか色々あって警察も動いてるっぽいからな。あ、そういえばこの動画はフィクションです。それじゃあバイバイ。